はい、こんにちは、ともチャンネルです。私が使っているスマートフォンがね、最近調子悪いんですよ。カメラをね、カメラで動画を撮っていると、音声が突然なくなって消えてしまったりね。で、あとは電話がかかってくると、画面には何にも映らないでね、なんか変なマナーモード的なものになってて、こう振動だけがプルプルプルっと来るわけなんですよ。音量上げてもね、音は出るんだけど画面が出てこないから、一旦スリープを解除して、さらに動作タスクの中に通話がありますよっていうのが出てくるので、それにアクセスして、それで通話ボタンを押すというようなね、すごいなんか変な風になっちゃってるんですよ今。なら、もしかしたら一回リセットしてね、初期化してやれば全部治るのかもしれないんですけど、一旦それをやろうとしてもね、今度バッテリーがね、だいたい 30% ぐらいになると、落ちちゃうんですよね、本体が。もう多分バッテリーが寿命なんだと思うんですよ。もう3割ぐらいなくなっちゃってるんですよね。で、まあ使ってる期間ももう3年超えたのかな、超えてね、気に入ってたからずっと交換しないでこう3年超えたんですけど、やはりもう寿命なのかなっていうふうに思うんですね。だからそろそろ新しいのを、購入しようかとも思うんですけど、今ね、あんまり欲しいのもないし、今使っているのも気に入ってるんでね、これがバッテリーがね、もう少し持ってくれれば一回初期化してみてもいいのかなとも思うんだけど、いかんせんもうさすがにバッテリー 30% 超えたら電源落ちるっていうのはもうどうしようもないですからね。だから本当に新しいのを買い替えを今検討している最中なんですけど、最近のスマートフォンってほら、もう似たり寄ったり、画面の大きさが 5.5 インチ、そしてね、CPU は多少差はあるんだろうけど、まあそれなりにはなんとかね、どんなものでも動いてくれる。ゲームは私やらないんでね、別に 3D のゲームを動かすためにハイスペックなパソコン、スマートフォンいらないですから、まあ要するに何を使ってもそれほど変わんないというわけなんですよ。あえて言うならね、メモリーは最低2ギガあればいいし、ストレージも32ギガあればまあ越したことはないかな。今も16ギガなんでね、別にそれで困ってることもないんですけど、だから最低でも32ギガあればまあ困んないかな。で、そう考えるとね、まあ何でもいいわけなんですけど、まあそれでもね、何でもいいと言っても、スペックが低すぎて、1、2年後にまた買い替えなきゃってんだったら、もう少しスペックの高いやつを買って、また3年以上持たしてね、こう、使ってればいいかな、っていうふうにも思うんですけど、あと画面なんですよね。5.5 インチ。5.5 インチでも悪くはないんですけど、私、動画の編集をね、スマートフォンですることもあるんでね、できれば大きい画面の方がいいんですよ。で、まあ、サブの方で、6.4 インチの Xperia Z ウルトラを使っているんですけど、これはまあ通話はできるんだけど、まあ、au ですからね、au 系列。今使っているのが、ドコモ系列の SIM を使っていますので、まあ、使えないわけなんですよ。だから au 系列の SIM をね、また契約して通話用に使えばいいんでしょうけども、まあ、結局それだとまた通話じゃなくて通信 SIM をもう一つ使わなきゃいけないんでね、まあ、それもまあ無駄かなということでね、新しく何にしようかなと考えてるわけなんですけどね。まあ、そこで一つ思い当たるのが、通話ができて画面がでっかいのって言ったら、まあ、ファブレットと言われたね、今はファブレットなんて言わないのかな、ASUS の8インチ、7.9 インチのあったじゃないですか、通話ができるタブレット。
あれにしようかなと思ってるんですよね。あれだったら通話もできるし、ね、画面が大きいので、動画の編集もできるし、CPU もそれなりにスピードはあるので、それなりに早く処理できるし、で、あれ4対3の比率なので、まあ漫画も見れるし、雑誌も見れるし、というね、そんな感じで考えたらね、まああれがいいのかななんて思ってね。で、ついでに言えば、今ちょっと手元に1万円分の、割引券みたいのがあるわけなんでね。それをヨドバシで使えれば、ヨドバシでもらったからヨドバシで使えば、まあ1万円引きで買えるわけなんですよ。今とそれでね、その ASUS のタブレットを買おうかどうかということをちょっぴり悩んでおります。まあでもね、こういうのはね、もう悩む、欲しいから悩むわけなんですよ。じゃあ、とっとと買ってしまえと。ね、新しく、こう、希望に近いものがあるというのはなかなかないのでね。まあ、それだったらもう、さっさと買ってしまった方がいいのかなと。はい、ということでね、今回の動画、私がね、スマートフォン、今どうしようかなって悩んでいる動画でした。はい、最後までご視聴ありがとうございました。この動画がね、まあよかったらグッドボタン、そしてチャンネル登録の方をお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。おしまい。